二遊間ね、これルーキーあるなと思った。やっぱああいう新しい風が入るとチームって色変わるんだな、雰囲気変わるんだなって思ったし、皆さんこんにちは。いつもコントロールチャンネルご視聴していただきありがとうございます。お願いします。何からいきますか。お願いします。キャンプ見てみて、はい、チーム全体として教えてください。はい、投手陣はね、はい、もう問題ないというか、去年と一緒のようにレベルが高いのかなと感じました。野手はね、なんかルーキーがすごくこう頑張ってるなというふうな印象を受けましたね。やっぱり必死にアピールしなくちゃいけないっていうのもあると思うんですけども、若い子がたくさんいる今回キャンプで、この中で木下捕手、木下がねすごく声出してて、あ、ちょっとこう俺が引っ張っていくぞっていう自覚が出てるのかなということを感じたし、実際話してそういうのがあると言ってて、もちろん自分のためでもあるんだけど、やっぱり勝ちたいし、僕がそうやってこう操縦とは言わなかったけど、操ってなんとか引っ張っていきたいなっていう思いはあるって言ったので、やっぱグラウンドからもその司令塔というかっていう立場になってくると思うんで、木下さんはそういう意味でそういう人が一人いると全然違うもんなんですかね。そうだよね。やっぱキャッチャーって俺いつも言うんだけど絶対大事で、木下が143試合かぶれればベストかなと思うし、やっぱりこうフィールド内の監督はキャッチャーだと思うんで、セ・リーグを代表するキャッチャーになっていってるし、これからもなっていってほしいなって思いがありますね。なるほど。で、先ほど出た新人の、基本3人とかになると思うんですけど、内野手ですね、内野手全体を見て、どうなっていくか全然分かんないと思います。どう見られますか、吉見さん。ドラフトが、終わった時は、ショートが土田龍空、が有力というか、いうふうに見てましたけど、このキャンプ、1試合しか見てなくて、あとは情報をね、映像を見たりして感じたのは、二遊間ね、これルーキーあるなと思った。実際昨日の試合もショート田中、セカンド村松っていう中で、やっぱああいう新しい風が入るとチームって色変わるんだな、雰囲気変わるんだなと思ったし、何よりうまいね、二遊間があれしっかりすると強く見える。だから土田がね、こう負けてられるかっていう気持ちが多分彼にもあると思うし、お互いがね、こう切磋琢磨していけばチーム力上がると思うけど、現状ね、ショート田中が似合うかなと。で、前もね、俺ルーキーを2番に入れたらいいんじゃないかって話をしたよね。で、これはもう結構難しい話だと思うんだけど、やっぱりね、1番2番はもう岡林大島で、ほぼ格だと思う。でもそうなると下位が弱くなる、似たようなバッターばっかりになるんで、弱くなるかなと思うんで、あえて2番に入れた方が機能するんじゃないかっていうことを言って、で、だから大島どこにするんだってなるよね。でも3番とかもあるかもしれないけども、大島を6番とかね打てるようになったらチームはすごく機能するんじゃないかなっていうのが俺の見解。でこれは外から見てる意見だから、中にいるとねまた違う意見があるけれども、そこに2番にね、そうルーキー村松でもいいし田中でもいいし入れることによって打線が線になるんじゃないかなって勝手に思ってる。昨日試合見ててそれを感じて、ショートは田中選手、セカンドは、村松選手でいいんじゃないかなって思ったんだけど、昨日田中選手とちょっと話をすることがあって、二遊間どっちがいいのって聞いたら、セカンドって言ったんだよね、彼の口から。で、えって俺思っちゃって、セカンドの方が得意でとか言ってたから、もしかしたらショート土田、セカンド田中っていうのもあるのかなっていう。ショートの方が似合ってるかなと思うんだけどね、現状だよ、今だよ、ルーキー二遊間が最有力かなと思いました。動きを見てね。そのショート田中っていうのは、田中選手っていうのはなんでショートがいいんですか。俺は、はい、いやもうね、セカンドも大事なんだけども、やっぱり動きが合ってるよね、ショートに対して。セカンドとショートって真逆の動きをするよね、基本的には、でも見ててセカンドノックとか見たんだけども、動きを見て足の運びとか取り方とか
スローイングも見て、ショートの方が俺は合ってるのかな、そこまで俺詳しくないけど、野手のことは動きを見てショートの方が似合ってるのかなっていうのが俺の意見。以前動画で二遊間に求めるものはやっぱり取れるアウトをしっかり取るっていうところだと思うんですけど、うん、その条件って、まあ、村松選手、田中選手、まあ、リューク選手でクリアできていると見えますか。いや、これは、はい、やっぱり俺には偉大な先輩が後ろにいるから、もう比べちゃうんだよね。そうなるとそこにはたどり着いてないと。でも俺の求める二遊間は普通のプレーを普通に取りする、アウトにする、もうヒットのやつは別にファインプレーしなくてもいいの、うん、でも確実にアウト取れるものは確実にアウト取っていくのが俺は二遊間だと思ってるから、まあ、それをね、まあ、井端さん、荒木さんが実践してくれたんだけども、うん、あのやっぱり派手なプレーはいらないと思うから、でもここに打球を飛んでくるんじゃないかって予測して動くとか、ね、これ外れることもあるかもしれないけども、そういう頭を使える選手になれる可能性は3人ともあるんじゃないか。これも経験しかないけどね。でもね、これ言いながら思ったんだけどね、はい、俺溝脇もね諦めてないんじゃないかな。なんか昨日の試合だけ見たら結果出なかったから、はいはい、これ逆転で溝脇あるんじゃないかなって勝手に思っちゃったんだけど、彼も、ね、やっぱスーパースターだから俺からしたら、はいはい、もうザ野球選手、はい、考え方も、はい、怪我が多くてねちょっと結果出ないけども、全然二遊間、ね、守れる選手だと思うし、うん、今3人の話が出たけども、そこに、ね、他の選手もいるけれども、溝脇もこれあるな、ね、溝脇選手ファーストもやったりもしてますけど、ね、やっぱり二遊間に食い込んでほしいですよね。器用なんでね、できると思うんで食い込めるんじゃないかなと、うん、はい、村松選手が T とかで、立浪、うん、監督、森野コーチ、和田コーチ3人がかりで教えてもらってたりとかっていう姿を見たんですけど、うん、バッティングっていうところはどう見えてますかね。バッティングは、まあ、広角に打てるのかなと、はい、どっちかというと二塁打とか、シングル、ね、岡林まではいかないかもしれないけども、うん、似たようなバッターになれるんじゃないかなっては思うから、だから足はそこまで速くないのかなっていうちょっと昨日思っちゃったんだけど、あのすごくクールっぽいよね。そんな感じでしたね。ガッツ溢れるプレーというよりも淡々とプレーをこなす、はいはいはい、バッティング練習見てても守備練習見てもそう思ったんで、まあ、どっちかというと広角に打てるバッターなのかなっていうふうには常見と思ってますな。じゃあ現時点では、まあ、新人2人があるかなっていう状態で、ここが開幕にどうなるかっていうところですね。そうだよね。ここはもう結果次第、もう結果を残し続けてチームの形に合う人が二遊間を持ってるんじゃないかなっていうのは思います。じゃあ現時点ではその2人という予想で、はい、僕の予想はね、はいはい、まあ、じゃあ開幕にどうなってるか皆さん期待して待ってみようと思います。はい、じゃあ終わります。ありがとうございました。